ありがとうね、荷物持ってくれて。うん、ちょっと横になる？え？え、あ、いや、私手とか洗ってないから。俺も洗ってないから大丈夫っしょ。僕くらいしかくれる人いないでしょ。七瀬ちゃんがよくできてんだから、うん、好き好き。自分の罪悪感減らさないでよ。毎日生きて生活していくことってもっと楽じゃないことだから。泣いてないで早く出てってよ。え、終わり。ちょっと待って、これ絶対明日になったら後悔するやつだよ。これで終わりにしたら今までと同じでしょ。いつだって私が何かを飲み込めば、多くを望まなければ、私たち4人の意地と根性でもっともっともっと